ラッパ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 ッ。違う！ストップ！ストップ！今日は、マンダロリアン。ということは、はじめまして、自称映画ソムリエの岡村翔太と申します。今日はですね、マスターケンさんと、ベビーヨーダの名シーンを振り返るということなんですけれども、ね、我々、シネマンションから程遠い二人が、ベビーヨーダについて名シーンを振り返るわけですけれども、僕ね、スターウォーズもね、マンダロリアンも見たことがないんですよ。だからね、振り返る。我らの道よ。ジャの道でも、カリートの道でもなく、我らの道ですよ。その道を通ってなくて。いけませんね。今日はベビーヨーダペロペロしたくなる内容でお送りします、マスターが特別に作ったベビーヨーダペロペロランキング動画を見て、何ペロ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 だったか一喜一憂する内容です。何言ってんすか。まあとりあえず見ましょう。まあまあとりあえず見ましょう。ベビーヨーダはベビーヨーダは我らの道、我らの道、我らの道。なんすかそれ。これやらないと進みませんよ。え？ベビーヨーダ我らの道、ベビーヨーダ我らの道。オッケー。我らの道。メイルストロムはケステルという地下衛星を取り囲んでいます。昨日ならダメ。ベビーヨーダといえば食事のシーンですよね。あざとく感じるか可愛く感じるかによってだいぶ見方が変わってくるんじゃないでしょうか。シーズン2の卵のシーンはツッコミどころ満載。第5位、何でも食べるよベビーヨーダ。食い物で遊ぶな。第4位、取ってみろ。あの球体がキーホルダーとして発売されたら買いたいと思っている人もいるでしょう。そんなに簡単に外れていいのか、宇宙船のパーツ。でもこの球体が2人の絆を強くするきっかけでもあります。これ欲しいか。よし、取ってみろ。さあ、欲しいんだろ。頑張れ。よし、よくやった。そうだ、できると思った。偉いぞ。はい、第5位と第4位を、見させていただきまして、まあね、第5位が可愛い何でも食べるベビーヨーダで、第4位がこの玉取ってみろって取るシーンなんですけど、第5位でも勝手にお菓子取ってましたよね。第3位、出会いと別れ。たまらなかったんだ
マンダロリアンとベビーヨーダの旅に欠かせないのは一期一会の出会い。旅先での出会いで成長し、互いを唯一無二の存在だと感じていく2人。また会えるといいな。マンドはちゃんと面倒見てくれてるか？ちゃんと見てるんだろうな。そうか、入っていったぞ。そうか。早く逃げろ。こいつらは抑えとく。お前たち、アジトの場所を変えないと。我らの道、我らの道。次は第2位なんですけど、ここはねみんなが好きなシーンです、初見の人もここはね、うわー刺さるなーってなると思うんですけど、準備はいいですか？では第2位いきます。グローグもうペロ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 じゃなかった今の。涙出るも初めて見たから、初見なんで僕今。ペロ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 でしょ。ずっと言うやん。もう一度行きましょう、もう一度。まあ、見たいっちゃ見たいっすよ。見たいっちゃ見たいっす。グローグ。いよいよ第1位です。もちろん1位は、シーズン2ラストのあのシーン。マンダロリアン、我らの道。最高に興奮したラスト第1位、別れ。あんたはジェダイか？そうだ。こっちにおいで。一緒に行け。お前は仲間のこの人といるべきだ。きっとまた会える。約束する。もう行かないと。怖がらなくていい。フォースと共にあれ。でしたか、ラスト含め今回のコラボは。はい、楽しかったですね。はい、知らない映画を知れたのですごくいい経験になりましたね。はい、まあ、よく言うと、いずれまた会ってコラボしたいですね。それがちょっとありますね。この、画面でちょっと悲しいなっていうのはありますんで、はい、ちょっとそれは思いますね。またこういうリモートでよければまたコラボさせていただきたいなと思います。これを機にスターウォーズやマンダロリアン見てみてはいかがですか？
あ、見ます。それはもう全然います、全然います。ええ、あの僕のあのチャンネルでも両方見てあの起業しますんで。完璧ですね。我らの道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 。両手？我らの道。はい。はい。最後までご視聴いただきありがとうございます。あとですね、このコラボを引き受けてくださったマスターケンさん、心より感謝申し上げます。本当にありがとうございます。優しい方で本当にやりやすかったです。そうですね、僕も、個人的に、一人で、映画ソムリエの岡村翔太の映画秘境というのをやっておりましてですね、まあ、このコラボで、ぜひ、興味を持ってくださった方がいらっしゃれば、ぜひ見ていただいて、でチャンネル登録していただければなと思います。今回本当にありがとうございました。もうシネマンションの出演を諦めました。我らのめちゃギデオ見てください。モフギデオ、お前が持っているものを渡せ。俺にとってどれだけ大事かお前には分かるまい。